どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はノバ軍盾の戦法詳細動画ということになってます。で、編成の名前の由来なんですけども、過去に僕がノバさんという方にですね、教えていただいた、今見ていただいている軍輸で勢力一致した盾の編成ですね。これを動画にさせていただいたというのをきっかけにですね、リスペクトを込めてこのような呼び方にさせていただいてます。で、その動画自体もですね、たくさんの方に見ていただいてまして、もしかしたらこの動画をご覧になってくださってる方の中にもですね、昔見たよっていう方がですね、いらっしゃるんじゃないかっていうぐらいですね、本当に再生数が多い動画ということになりました。見ていただいた方もですね、ノバさんも本当にありがとうございました。で、実際強いっていうのはですね、ノバさんに見せていただいた戦法で分かったんですけども、実際に自分でも使ってみたいということでですね、今シーズン組んでみたんですよね。それの結果というのをですね、動画にさせていただきました。得意な部隊、苦手な部隊っていうのもですね、見えてくるかと思いますので、よかったら最後までご覧になっていただけたらと思います。そしたら簡単にこの編成をおさらいしておきたいんですけども、聴覚を主将として、ソジュとサジュを副将とした盾の編成ということになってますね。で、聴覚には太平同胞と活目相対で、ソジュに肝腎炎と滑骨両毒で、サジにですね、血水解除と異防必死ということになってますね。でですね、サジのこういう戦法っていうのはですね、味方全体に回避効果っていうのを付与するんですけども、活目相対もそうなんですよね。なんで、この合わせ技でですね、聴覚っていうのはですね、本当にダメージが受けにくいということになってます。で、耐久力を上げる戦法は積んでないんですけど、これは回避が高いのでっていうことだと思いますね。回避は高いし、で、しかも、運悪く当たった時はダメージ軽減みたいな形にはせずにですね、回避を高くして、運悪くダメージを受けた時は、その分を回復しようということですね。だから肝腎炎が積まれてるっていうことになってますし、運悪くですね、ダメージが集中する武将がいた時のためにですね、滑骨両毒も覚えさせられてるということですね。なんで、回避の壺にはまったらですね、ほぼ平損なく相手に勝つことができるという編成になってますね。で、さらに、聴覚の固有戦法での強行であるだとか、あと、サジの継承戦法、血水解除でのですね、水滴であるだとか、装備破壊であるだとか、あと、異防必死での虚弱であるだとかっていうのをですね、ソジの固有戦法で延長してですね、制御面でもですね、ここ、壺にはまるとですね、相手何もできないということになりますので、この2つのどっちかがですね、運よくこう発揮されることがあったらですね、無類の強さを誇るということでですね、もう本当、激戦なんかは当たり前に出してくるぐらいですね、非常に強度の高い編成ということになってます。で、この編成で戦った模様というのをですね、今からご覧になっていただけたらと思います。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、勝ってますね。結構削られてはいるんですけども、兵士適性的に不利なですね、呂布三世とですね、さらにレベリングもですね、相手の方が進んでるっていうことでも勝ってるっていうことでですね、これ止めようあるんかなっていう感じしますけどね。天下武装3回発動してるので、呂布の機嫌が特に悪かったわけでもなさそうな感じがするんですよね。やっぱりこれ、聴覚の回避ですかね。回避っていうのがですね、やっぱり速攻型の部隊にとっては鬱陶しいのかなと。ここで回避しまくった結果ですね、ダメージが通ってないっていうことになるんじゃないかなと思いますね。で、ソジュなんかはですね、全然滑骨両毒とか発動できないまま壊滅してますしっていうところでですね、そんなにこの軍盾の方もですね、上振れしてるっていうわけではないんですけども、勝ってしまうということでですね、投降兵覚えてないですけども、騎兵の速攻型に対してもですね、勝てるっていうのがですね、こういった感じで分かっていただけるんじゃないかと思います。こちら、呂布三世との対決ということなんですけども、勝ってますね。ただ結構削られてるのは、こちらが先方が打てなかったからっていうところがあると思いますね。でですね、花光炎がいるので、これが聴覚に刺さるとですね、聴覚の固有が打てなくて、で、長期戦になって削られるっていうところがあります。ただ相手からしてもですね、投降兵なしのですね、縦編成ということでですね、自信を持ってぶつけてきてるとは思うんですけども、やっぱりサジと聴覚の回避でですね、ダメージが全然通ってないっていうところがありますよね。なんでお互い嫌な編成だなと思いながら戦ってると思います。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、勝ってますね。で、呂布も花光炎も真っ赤という呂布三世でですね、かなり火力が出そうではあるんですけども、それでもですね、半分も削られずに勝ってしまうっていうところがですね、恐ろしいですね。
で、先方の発動内容を見てみてもですね、天下無双3回、あと過去炎の固有5回も発動してますし、その他継承戦法もですね、かなりちゃんと発動してるにもかかわらずこの結果ということでですね、サジプラス、あと活目相対の回避っていうのがですね、いかにエグいかっていうのがですね、分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。で、異防必死も2回ほど発動してますので、相手ダメージ与えられない状態にもできてるかなと思いますので、そうなったらですね、投降兵を積んでなくてもですね、このような火力の高い力三世に対してですね、勝つことができるということになってますね。これは力三世との対決ということなんですけども、負けてますね。線も削れずに負けてるということでですね、ここがやはり力三世の怖いところかなといったところですね。集大を使ったバージョンということでですね、力の火力は上げつつですね、力のダメージっていうのはですね、集大が引き受けるという感じになってますので、これはかなり強そうですよね。桜花役場なんかも積まれてるバージョンということで、こちらの火力っていうのは全然出ないんじゃないかなと思います。で、2ターン決着でですね、力の固有戦法が2回発動してますし、首相抜きされてるということになってるので、これはですね、回避のツボがはまらなければ抑えるんは到底無理な感じになってるんじゃないかと思います。で、こちらは五芒神との対決ということなんですけども、圧勝してますね。800も削られてないっていうことですね。どちらかというと苦手な編成かなと思うんですけども、やっぱり凸とかですね、継承戦法が洗練されてないとこんな感じで勝てないっていうことになるんですね。なんで縦メタの騎兵の編成ってなってもですね、やっぱりしっかりと組んでないとですね、まあなかなか勝てないと。平人ダメージに対する投降兵、まあ積んどきゃいいやみたいな感じで組んでもですね、騎兵は抜けないっていうことみたいですね。まあこれ見るとですね、核の固有戦法が1回しか発動してないんですよね。これめちゃめちゃ下振れしてると思うんですけど、やっぱりこういうことがあったせいでですね、でこういう結果になってるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、かてやこちらはですね、聴覚の固有4回発動とかですね、まあちゃんと発動できてるっていうところがあってですね、こういった感じで圧勝できてるんですけども、まさかここまで兵損が少ないとはっていうことですね。なんで中途半端な五芒神とかだったらですね、組まない方がいいのかもしれないなっていう感じですね。縦兵以外にはちょっと厳しいかなと思いますし、で強い縦兵ってなったらですね、こんな感じで負けてしまうしっていうことになりますしね。こちらは五芒神との対決ということなんですけども、引き分けてますね。で、優勢引き分けということになってます。五芒神はですね、そんなに弱くはないんですけども、ちょっと一軍とかで組んでる感じではなさそうな感じがしますよね。結構敵基地とか積んでたりだとか、まあ、勇猛火山とか積んでたりだとかでですね、ちょっと変わった感じの組み方ではあるかなと思うんですけども、まあそれでもですね、騎兵の知力系ということでですね、縦メタとして組まれてるんだとは思うんですけども、こんな感じで弾き返せてるということでですね、やはりノバ軍盾硬いなという印象がここでも生まれますよね。こちらは超量機って言ったらいいんですかね、のとの対決ということなんですけども、圧勝してますね。こういった感じで騎兵の速攻型、非常に火力が高い部隊なんですけど、それに対してですね、投降兵も持ってないのにですね、こういった感じで圧勝できるっていうのがですね、このノバ軍盾の非常にいいところになってるんじゃないかなと思いますけどもね。戦法なんかの発動を見てみるとですね、まあ聴覚の固有は頑張ってますけども、他に関してはそこまで極端に発動してるっていうわけではないんですけどね。それでもこうやって勝てるっていうことでですね、その速攻型だなって思える騎兵から逃げなくていいというのはですね、割と優位なところではあると思いますね。こちらは関与機との対決ということなんですけども、結構圧勝に近い形ですよね。半分も削られずに勝ってるということになってます。で、速攻型ってそこまで得意でもないと思いますし、あと投降兵も積んでないっていうことでですね、で、さらにこちら戦法もそんな発動してないのになんで勝ててるのかっていうところなんですけど、これはもう回避でしょうね。活目相対とサジの固有でですね、 65% ぐらい回避してくれるっていうことになるんですかね。なんでこれでダメージが全然通らなかったら、こういった騎兵の編成でも勝てるっていうことですね。ただ残壁砲とかみたいなですね、耐久力アップの戦法と違ってですね、下振れちゃったら全部食らっちゃうっていうところがありますので、やっぱり速攻型ってなるとですね、ちょっと相手にしたくないなっていう気がしますよね。逆に速攻型がですね、このノバ軍盾に勝負を挑むっていうのもですね、回避されまくったら勝てんしなっていうことでですね、戦いたくないんじゃないかなと思いますね。なんでお互いが苦手意識を持ってるような感じの編成になってるんじゃないかと思います。こちらは少し変わった編成ですね。孫作勢力の方の相手なんですけども、集大と領土が5の勢力ということでですね、勢力1、7掛けが得られるということですね。
で、ゴキマに似てるんですけども、孫昌子のところに長領を入れてるということでですね、あっさりと首相抜きされての負けということになってますね。こちらはその耐久力を上げるような戦法っていうのはほぼないので、回避頼みっていうところがあるんですよね。で、刮目相対と、あと佐治の固有でですね、65% ぐらい回避はできるんですが、これ、両党が相手にいて、両党の固有って、必中を付与するっていうことになってる、非常に珍しい戦法ということになってますので、これで長領にですね、必中が付与されちゃったりするとですね、全然回避できずにあっさり抜かれるっていうことがありますね。これが耐久力アップの戦法がない、この耐久型の編成の怖いところということになってます。こちらは変わった編成ですね。孫昌光の代わりに長領を入れたゴキバみたいな感じになってますね。孫作勢力の方なんで、勢力1ボーナスは7掛けで得られるということにはなってるんですけども、まあなんとかかんとか勝つことができてるんですよね。これも結構不思議な結果になってると思うんですけども、両党の固有戦法でですね、必中状態を付与するというのがありますので、回避頼りのこちらの編成に対してはですね、かなりメタになってるんじゃないかなと思います。でですね、長領と両党にきっちりですね、必中が付与されての対決ということになってるんですけども、サジがね、ちょっと上振れたかな、異防必死が3回発動できてるっていうことで、これでダメージが思ったように出なかったせいでですね、なんとかかんとか削られながらも勝つことができてるということになってると思うんですよね。この編成で負けるとちょっとたまったもんではないかなと思うんですけども、基本的にはですね、やっぱり両党入りの騎兵の速攻型っていうことだったらですね、抜かれる機会多いんじゃないかと予想してます。こちらは孫作勢力で組むことができる孫昌子の代わりに長領を入れたゴキバとの対決ということなんですけども、勝ってますね。一方的にやれてるっていうところがあります。で、周対首相なんでね、序盤にですね、抜かれなかったらですね、なんとかなるっていう相手ではあるかなと思うんですけど、序盤はですね、刮目相対とサジでですね、回避がかなり効いてるので、相手のダメージっていうのはですね、通りにくいなというふうに感じますよね。速攻型っていうのはですね、本当に得意まであるなっていうところではあるんですけども、やっぱりツボにはまったら怖いんでね、そもそも苦手兵種っていうことになってますので、こちらからぶつけるみたいなことはあまりしたくないなというふうに感じてます。こちらは角三世との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ圧倒的な劣勢引き分けということになってます。これはまあしょうがないんじゃないかなと思いますね。縦のメタとして計略馬っていうのがあると思うんですけど、それでこれだけ凸が進んでるっていうことになるとですね、ちょっと厳しいところはあるかなと思うんですけども、逆にですね、負けなかったっていう点をですね、評価したいかなっていう気にもなってきますよね。やっぱり硬い編成だなと思いますね。こちらは各三世との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1万も削られてないですね。まあ、相手の方のランクアップとか兵法書の解放とかはですね、まあ、進んでない部分はあるかもしれないんですけども、割と苦手としてるはずのですね、趙雲ですね、この武将は洞察持ってるので、こちらの制御っていうのをかけられないですし、あと各の刮目相対とサジのですね、回避でですね、かなりダメージが通りにくいかなと思いきやですね、こんな感じで勝つことができてるということなんですね。本来苦手な相手だと思いますので、毎回毎回こうはいかないかなとは思うんですけども、絶対に負けるわけではないっていうところがですね、この編成の怖いところですね。逆にどんな編成が来ても逃げたくなくなってしまう部分もあるんですけどね。こちらは各三世との対決ということなんですけども、やられてますね。1万ちょいしか削れてないっていうことになってます。でですね、やっぱり混乱が苦手っていうのと、あと趙雲がですね、こちらの制御にかからないっていうことでですね、固有も継承も割とこちら発動してるんですけども、それでも負けてるっていうことでですね、やっぱ各三世はちょっと相手にしたくないなっていう印象があります。これは延期場との対決ということなんですけども、負けちゃってますね。やっぱり速攻型の騎兵っていうことだと、異防必死が全然発動しなかったりしたらですね、こういうことがあるということですね。回避があるので、割とそのいい勝負をすることっていうのはですね、多いかなと思うんですけど、この加工園がいるバージョンの場合はですね、聴覚の固有戦法っていうのを打てなくなってしまいますし、サジに関してはですね、これ継承戦法がちょっとあまりにも打ててないっていうことになりますから、こうなってくると勝ちの目っていうのは全くなくなってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、下振れてるっていうところもあるんですけども、もうちょい発動したらですね、兵損の差っていうのはですね、縮まるんじゃないかなとは思いましたね。こちらは孫大衆との対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。やっぱりこの騎兵の編成強いなっていう印象はありますけどね。盾対策としてはですね、非常にいい感じになるんじゃないかなとは思うんですけども、あんまり見かけないですよね。
で、シーズン9でもですね、この編成を組んでる方とですね、がっつりその戦場が被ってたことはあるんですけども、だいぶやっぱり避けないかん機会が多かったかなと思いますので、余ってるもんなら組みたい編成ではありますよね。まあ見かけないですよねって言ってもやっぱり孫権が引きにくいっていうところとですね、大志周隊が御神弓という非常に強いテンプレ編成で使えるっていうところが大きいとは思うんですけどね。こちらは技法盾の核がですね、学士になったバージョンとの対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。相手が騎兵といえど、これだけケチョンケチョンにやられる機会がない編成ではあるんですけども、かなり厳しい結果となってしまいました。まあこれに関してはですね、ちょっと上振れ下振れの問題なのかなっていう気はしますけどね。テイクの固有戦法4回発動してますから、でこれ4ターンでっていうことになってるんですよね。で、延築風飛も2回発動してるということで、かたやこちらに関してはですね、聴覚の固有、滑骨両毒、血水解除、異防必死、これ4つ足してですね、1回しか発動してないっていうところになってますから、まあちょっとしんどかったのかなという気はしますね。いくら延築風で強行にされたからといってですね、この結果はちょっと辛いなというところではあります。こちらは食騎馬って言ったらいいんですかね。最春草の諸葛亮のところを劉備に変えて騎兵に変えた編成ですね。これだと兵士宝物がいらないので、かなり使いやすい編成にはなってるかなと思うんですけども、それでもまあなんとかかんとか勝ててるっていうことですね。兵装に関してはそこまで変わらないかなっていうところはあるんですけども、しっかり勝ててるというのはですね、どういった兵種に対してもですね、まあやれる可能性があるという編成というのが分かっていただけるんじゃないかと思います。この編成は関三聖人って言ったらいいですかね。過去にも紹介させていただいたことはあるかなと思うんですけども、引き分けてますね。やっぱりこの編成強いですね。赤さもさることながらですね、これ三聖人使って関羽雷鳴天下1回しか発動してないんですけど、それでもこれだけ手痛くやられてしまうということでですね、やはり兵種相性の悪さプラスアルファこういった感じでですね、工夫が凝らされた上に凸が進んでる編成となるとですね、なかなか厳しいのかなという感じがしますよね。こちらは技法騎との対決ということなんですけども、引き分けてますね。しかも優勢引き分けということになってます。技法騎と言いますと縦メタで組んでるっていう方がほとんどだと思うので、こういう結果になるとですね、ちょっと参ってしまいますよね。まあちょっと憲法破砕が1回しか発動してないみたいなですね、下振れはあったかもしれないんですけども、こちらに関してもですね、異防必死0回みたいな感じになってますので、発動確率自体はトントンかなという感じがしますんでね、まあ毎回こういった結果になるとは思わないんですけども、これはまあ勝ちに等しい引き分けということでいいんじゃないかなと思いますね。こちらは技法騎との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ圧倒的な劣勢引き分けということになってます。相手の兵力最初マックスでないので6000ぐらいしか削れてないっていうことですね。で、凸具合に関してはですね、僕と同じぐらいですかね。曹操1凸、角2凸で、テイク貫凸ということで、僕は技法騎組んでもこんな感じになるかなと思うんですけども、で、継承戦法なんか見るとですね、割としっかりと組まれてるんですが、大体戦法も混じってるっていう部分がありますよね。八門僅差とか血水解除がそれに当たるかなと思うんですけども、それでもですね、こういった感じでですね、ガリッと削れるっていうところを見るとですね、やっぱり縦メタっていうことではですね、技法非常に強いなというところですね。騎兵だったとしてもですね、割としっかりと返せるこのノバ軍盾に対してですね、ほぼ干渉っていうぐらいですね、思いっきり削ってるということになってます。ただ核の固有が7回発動とかいう感じで結構上振れてるんですよね。テイクも4回発動っていうことになってますから、実際テイクや核使うとですね、ここまでしっかり発動することは少ないかなという印象は持ってます。こちらは学神を使った騎兵の編成ですね。パッと見シーズン1でも組めそうな感じはするんですけども、継承戦法を見るとですね、しっかりと組まれてるということでですね、一方的に負けてるっていう感じですね。この学神の固有と思想戦法の相性が非常にいいんですけども、これ両方でですね、2万3000ぐらい削ってますよね。やっぱり火力めちゃめちゃ出るなっていう感じがしますね。で、こちらの編成に関してはですね、サクッとその相手を倒すっていう編成ではないので、結構ターン数がかかりますよね。そんな時に学神っていうのがですね、コツコツと安定してダメージを入れてくるっていうことでですね、こういった部隊は割と苦手ということになるんじゃないかなと思いますね。で、次この編成はなんて言うたらいいんでしょうかね。激場って言うたらいいんでしょうか。武将とか継承戦法に関してはほぼシーズン1から使える編成っていうことになってますよね。過去への鬼神定位だけがですね、ちょっとシーズン2から入手っていうことになるんですけども、一応これ
300も削られてないっていうことですかね。干渉も干渉といったところですね。で、相手突つ結構進んでるので、これでこんだけしか削れんっていうことだとですね、かなりしんどいだろうなっていうところはありますね。継承戦法なんかもそこまで悪い感じはしないんですけどね。まあ、ただ今回の戦闘には関係ないんですけど、過去への寄進帝位っていうのはですね、ちょっとどうかなっていう部分はありますけどね。やっぱ寄進帝位って首相が使ってようやく火力が出るっていう戦法になってますので、首相で使わないのであればですね、他の突撃戦法の方が合ってるんじゃないかなとは思いました。こちらは対盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ劣勢引き分けということになってます。まあ相手の方かなり赤い対盾っていうことになってますからね。あとレベリングもですね、全武将5ぐらい差がついてるっていうことになってますので、こういった結果になってるんじゃないかなとは思うんですけども、やはり盾に関してはですね、ランクアップ勝負っていうところがあるかもしれないですね。ランクアップしてない対盾だったらなんとかなるかもしれないんですけども、赤い対盾だったらちょっと厳しいみたいなところがあるのかもしれません。こちら対盾ということになるんですけども、圧勝ですね。300も削られてないということになってます。まあ突が進んでない対盾っていうことではあるんですけども、ここまで一方的にやれるっていうことはですね、貫突しててもええ勝負はできるのは間違いないんじゃないかなと思いますけどね。まあ今盾多いですから、盾に強い盾ということだったらですね、組む価値は本当にあるんじゃないかなと思いますね。こちらは対盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ劣勢引き分けということになってます。やっぱり対盾は強いですね。で、さらにですね、これだけしっかり突が進んでる対盾っていうことになるとですね、そうそう勝つことはできないんじゃないかなって思いますけどもね。やっぱり相当厳しい相手だと思います。こちら対盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということですね。かなり赤い方ですね。もう伸びしろといたしましては、芝居を秘蔵にするぐらいしかないっていうぐらいですね、洗練された対盾ということになってますので、まあ勝てないわなっていう感じですよね。ただですね、聴覚の固有戦法1回しか発動してませんし、あとその劣勢と言いましてもですね、3000、4000ぐらいしか差がないっていうことになってますので、これはまあ劣勢引き分けですけども、大健闘って言うてもいいような内容になってると思います。こちらは食盾との対決ということなんですけども、一方的に勝ててますね。こういう展開は非常にありがたいですね。で、相手の食盾なんですけども結構赤いですし、あと義援の継承戦法が破陣3回水路3回ということでですね、かなりしっかり発動はしてるんですけど、ただこちらの聴覚に関してもですね、固有4回発動ということでですね、これが相手そこまで知力が高くない、まあ張飛がいるみたいなところもあってですね、しっかりダメージが出せてるんじゃないかなと思いますけどもね。ただ奇形陣が積まれてたり、激打機が積まれてたりっていうことでですね、ダメージが通りにくい環境にはあったんじゃないかなと思うんですけども、それでもこうやってしっかり勝てたっていうのはですね、自信につながりますよね。こちらも食盾との対決ということなんですけども、勝ってますね。ただですね、結構削られてるなっていうところですね。甲虫の固有戦法1回しか発動してないんですけども、5000もダメージ食らわしてきてるっていうことでですね、やっぱりかなり火力出ますよね、甲虫ってね。で、甲虫と短期戦力の相性っていうのも非常にいいなという印象があります。で、激撃打機に関してもですね、かなりこれ上振れてますね。4回発動してるっていうことで、で、6000撃破、1684救援ということでですね、甲虫が大活躍してるなといったところですね。で、義援の継承戦法なんかも割としっかり発動してるので、こういった感じで、しんどい状況になってるかなと思うんですけど、こちらに関してもですね、異防必死3回とか、あと聴覚の固有3回っていうことでですね、決して下振れてるわけではないかなと思うんですけどもね。それでもこんな感じでですね、かなり削られるということもあるみたいですね。こちらは天候聴覚盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ完全劣勢引き分けということになってます。やっぱり天候聴覚盾強いですね。まあちょっと戦法の発動の感じを見るとですね、これサジが全然発動できないですよね。血水1回、異防1回っていうことなんで、これだとまあこの軍盾のいいところっていうのは出てこないかなと思いますね。さらに滑骨領得も1回しか発動してないので、まともに回復できてないっていうのもあります。で、聴覚の固有もですね、2回しか発動できてないっていうことになってますので、まあ相手の聴覚がですね、ちゃんと働いてるところに比べるとですね、下振れてる部分はですね、あるんじゃないかなとは思いますけどね。ロシクプラス奉仕陣のですね、属性振り分けプラスアルファ火力バフっていうのがですね、すごいっていうのが分かりますよね。3回発動で2万ぐらい削られてますからね。まあただ負けなかったっていうこととですね、その触れ具合っていうのが同じになってたら、で、さらにレベリングも同じぐらいまで進んでたらっていうことを考えるとですね、勝負ができるっていうのはですね、まず間違いないかなと思いますね。
こちらは天候聴覚盾との対決ということなんですけども、引き分けてますが、こちら線も削られてないっていうことになってますね。めちゃくちゃ硬いですね、やっぱりね。これはやはり異防必死が決まって、でさらにですね、聴覚の固有っていうのが全然発動してない結果ということになってますね。ただこちらに関しても削りきれてないっていうことで、やはり硬いなっていう印象ですね。で、劉備投降兵のバージョンということになってますので、ここが異部分民だったりするとさらに削れてないんだろうなっていう感じがしますので、やっぱり盾でもですね、投降兵持ちの方がですね、ちょっとやりやすいのかなという印象はありますね。こちらは天候聴覚盾との対決ということなんですけども、えげつないですね。これ200も削られてなくて29,300、綺麗に削っての勝ちということになってますからね。まあ相手の固有戦法が1回も発動してないっていうところはあるんですけども、まあこちらの継承戦法ですね、やっぱり制御が多いので、その関係でですね、相手に何も指してないという典型例になってるんじゃないかなと思いますね。この先生はね、特に盾に強いような印象がありますけどね。投降兵の相手に対してはですね、結構遠慮なくぶつけていけるっていうところがあると思います。こちらは天候聴覚盾との対決ということなんですけど、これもひどいですね。1300ぐらいしか削れてなくての負けということになってます。ただこれはですね、実力不足ではないと信じたいですけどね。聴覚の固有戦法、こちら0回、相手5回っていうことになってますから、でですね、速度どちらが速いかみたいな確認させていただいたら、僕の聴覚の方が先に行動してるんですよね。にもかかわらずこういったことになってるということでですね、もう対策のしようがない結果っていうことになってますね。あとサジに関してもですね、異防必死が発動しないと話にならないところはあるんですけど、発動してないところが血水解除も1回ということでですね、これでは勝てんなっていうことですね。まあ、下振れた時は結構悲惨な編成なのかなという印象がありますね。こちら天候聴覚盾との対決ということなんですけども、ケチョンケチョンにやられてますね。4000も削れてないっていうことになってます。まあこちらの聴覚はですね、奉仕陣で火力が底上げされてないっていうところがあって、それはしょうがないかなと思うんですけどね。その分相手の聴覚の方がダメージは出てるんですけども、まあしかし継承戦法が発動してくれないですね。最近、まあ今回の動画に関してはですね、戦法が前後してる部分があって、特にまあその騎兵、盾兵、弓兵、槍兵っていう順番に作ってますので、その槍の中の一番に取った部分に比べたらですね、こちらの方がまあその最新といいますかね、後で取った戦法になるんですけど、なんかこういう継承戦法が発動せずに負けるっていう機会が増えたなっていう感じがするんですけどね。ただ運が悪いだけなんでしょうか、なんかうまく勝てなくなってきたなっていう印象があります。こちらはですね、天候聴覚盾との対決ということなんですけども、圧勝ですね。3000も削られずにですね、28,800を6,060まで削っての勝ちということになってますので、完勝と言っていいんじゃないかと思います。まあただこれに関してはね、もう完全に上振れ下振れの差かなという気はしてます。っていうのがですね、こちらの聴覚の固有は4回、相手は1回ということでですね、ここに大きな差が生まれてるっていうところなんですよね。こうなってくるとですね、やはり天候聴覚盾も厳しいかなと思いますね。聴覚の固有戦法が発動してなんぼっていうところがあるとは思いますので、こういった感じでですね、下振れて負けるっていうこともですね、あるんじゃないかなとは思いますね。こちらは冠中盾との対決ということなんですけど、引き分けてますね。ただ優勢引き分けということになってます。撃破数だけで見るとですね、ダブルスコア以上っていうことになってると思いますね。本当に強い編成ですよね。まあ、この編成に関してはですね、突で負けているっていうことでなければですね、盾の編成とはですね、ほぼどういった部隊と対してもですね、引き分け以上の戦果にはなるんじゃないかと予想しております。こちらは冠中盾との対決ということなんですけども、勝ってますね。ただかなり削られてるっていうことでですね、やはり義援が壺にはまると怖いですね。水路弾性3回も発動してますからね。で、全体的に見てもですね、かなり凸が進んでる相手ということになってますんでね、なかなか厳しかったんだろうなっていう感じがしますね。こちらは技法盾との対決ということなんですけども、引き分けてますが、圧倒的にこちらの方が兵損を稼いでるっていう形になってます。まあ、理由といたしましてはですね、相手のこの技法盾というのがですね、継承戦法がですね、まあ、ちょっとその白尾積んであったりだとか、清掃私服を積んであったりだっていうところでですね、若干テンプレの代替戦法を使ってるっていうところとですね、兵法書の解放が行われてないっていうところでですね、こういった結果になってるんじゃないかなと思いますね。だ本来ですね、同じぐらいの突数、同じぐらいの育成具合っていうことだったらですね、同等の強さっていうことになるんじゃないかなと思いますけどもね、ここまで差は生まれないんじゃないかと予想します。
こちらは女王盾の姉妹のところを巨長に変えた編成ですね。過去に紹介させていただいたことあるんですけども、かなり強い編成だったんですけどね、同じ盾の勝負ということになるとですね、ノバ軍盾の方が圧勝ということになってますね。でやっぱりですね、決水解除、イボ必死あたりがですね、しっかりと発動してくれるとこういう結果になりがちですよね。ハグ印象での撃破数とかがゼロになってますから、巨弱化が効いてるっていうことになってると思います。ただその相手の滑骨領土がゼロ回発動だったりっていうところもあるので、少し下振れてるのかなっていう感覚はありますね。なんで毎回毎回このようにうまいこといくかどうかはわからないんですけども、同じ盾編成の核としてはですね、軍盾の方が高いんじゃないかなと思われますね。こちらは相当前に紹介させていただいたヤリクソンにも勝つことできますよっていうですね、女王盾の芝居のところを拠地にしたバージョンの編成ということですね。で満潮以外が貫突してて、で満潮秘蔵レベル50ということで、まあ、かなり仕上がってはいるんですけども、なんとですねこれ1500も削れずに劣勢引き分けということにされちゃってるんですよね。この編成もめちゃめちゃ強いなという印象ですね。まあ、理由といたしましては、巨長の火力が高い上にですね、ハグ印象と郵送飛燕がですね5回ずつも発動してるっていうことで、かなり上振れてるんですよね。逆にこれでこちらを仕留めきれてないっていうことになってますので、こちらの耐久力が高いのか、あとはたまた相手の火力が低いのかっていう話になってくるかなと思うんですけども、問題はそこじゃなくてですね、この硬さですよね。1500も削れてないっていうことなんですけど、一応ですね、サジの継承戦法が全然発動してないっていう部分はあるんですけど、聴覚の固有に関しては一応2回は発動してるんですよね。でこれ2000も削れてないっていうことになってますので、相当硬いなという印象がありますね。まあ、あえてですね、魅惑でですね、虚弱っていうのをこちらに付与してくるっていう部分がありますので、まあ、それによってですね、ダメージが出にくいとかいう部分はあるとは思うんですよね。あとイブ軍味と残壁砲みたいな戦法積んでますから、相当硬い仕上がりにしてるのはわかるんですけども、それにしたってダメージ通らんなっていうところですよね。特に巨長なんかはその知力が低いんでね、なんとかこう軽略ダメージ通せそうな感じがするんですけども、やっぱこれ残壁砲で守られてる部分はあるんですかね。この逆の使い方ですよね。最も武力が高い武将のですね、非軽略ダメージっていうのをですね、減らすっていう効果があったと思うので、速攻型に対するという使い方よりはですね、軽略ダメージに対して序盤強くなるみたいな使い方をしてるっていうことでですね、これはちょっとびっくりしましたね。ここまで一方的になるかっていうぐらいの展開ですよね。こちらは法政三聖人との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ圧倒的に劣勢引き分けということになってます。でこうやってパッと見るとですね、やっぱり法政がめちゃめちゃ頑張ってますよね。固有4回、混迷3回、総選釈戦4回ということでですね、こっちもですね、サジがかなり継承戦法発動してるんですけど、それを総選釈戦で多分解除されてしまってるんだろうなっていう感じですね。うまく働いてない感じがします。でですね、法政の固有とか混迷乱情がですね、発動しまくってる関係、あとロシクの異謀必死もですね2回も発動してるので、聴覚が固有戦法2回発動してるんですけど、たった5000しかですね削れてないっていうことになるんですよね。ここら辺はやっぱり戦法の妙と言いますかね、こう悪い方に噛み合ってしまうとですね、全然結果が出ないというのの典型になってるんじゃないかと思います。こちらは武法聴覚盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ劣勢引き分けということになってます。でですね、一応相手の方はオール真っ赤ということになってますから、まあなかなか厳しいだろうなっていうのは予想つきますよね。で面白いのがサジに疑心勝烈を覚えさせてます。これによってですね、アクティブ戦法のダメージが抑えられるわけなんですけども、こちらの聴覚ですねの固有戦法っていうののダメージっていうのがですね、だいぶ抑えられた形跡があるかなといったところですね。ただちょっとはっきりと断言はできないんですけど、この疑心勝烈のアクティブ戦法ダメージカットって、その持続性状態でのダメージですねに関してはですね、カットできてないんじゃないかなっていう気がするんですよね。なんで全てのアクティブ戦法で OK っていうわけではないんですけども、この聴覚の固有戦法に対してはですね、有効に効いてるはずなんで、でこれだけ赤いとなるとですね、やはり、劣勢引き分けになってしまうのかなというところですね。こちらは桃園盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けですね。4000ぐらいしか削れてないということになってますので、かなり厳しい結果になってしまってます。でカウに短期戦力が覚えさせられてるということでですね、
こちらの制御っていうのがですね、うまくかけれなかった結果なんじゃないかなと思いますね。でさらにですね、カウの固有3回も発動してますから、それによってですね、制御っていうのも付与できるんじゃないかということでですね、でこういった結果になってしまってるということですね。奇形時に関してもですね、序盤ターンの聴覚の火力っていうのは抑えられてしまいますので、ここら辺でもあまり相性が良くなかったのかなという気はするんですけども、結構当園盾活躍するようになってきてるような気はするんですけどね。相変わらずポッコポコにやられる機会っていうのも多い編成かとは思うんですけども、結構その活躍するシーンもちょこちょこ出てきてるような感じがするので、短期戦利なしの当園盾よりはですね、強くなってるんじゃないかなと思われますね。こちら当園盾との対決ということなんですけども、圧勝ですね。これはすごいですね。1500も削られずにですね、29500綺麗に削り切っての勝ちということになってます。まあ聴覚がですね、かなり上振れて、でですね、サジの継承もですね、準備ターンがあるにもかかわらず3回発動してるっていうことでですね、まあこんだけ上振れたら勝てるわなっていう感じはしますよね。で、かたやですね、相手の艦はですね、固有戦法1回しか発動してないですし、あとその短期戦力を持っているバージョンでもないということになってるので、これだけ圧勝できてるんじゃないかなと思われます。こちらの編成は面白いですね。甲虫三星人って言うたらいいんでしょうか。甲虫とか艦っていうのはですね、短期戦力が登場したことによってかなり使いやすい武将になりましたよね。で、この方はですね、秘蔵プラス4凸ということで、かなり火力が出る甲虫ということになってると思うんですけども、優勢引き分けっていうことになってるんですよね。これは結構恐ろしいかなという感じはします。で、満潮がいるので、テーフにですね、援護を持たして、で、かばった結果ですね、こちらに強行みたいな流れはわかるんですよね。で、自身弱体解除っていうんでですね、操船作戦もしっかり打ててると、3回打ててるっていうことになってるので、まあ、万全の、この戦いの運びができてるんじゃないかなと思いますので、こういった感じでですね、同じ盾対決っていうことでですね、優勢引き分けに持っていけてるっていうのはですね、すごいんじゃないかなと思いますね。で、こちらのノバ軍盾の戦法発動を見てみてもですね、聴覚3回、血水3回っていうことでですね、割としっかり発動してるんですよね。で、その滑木相対とかもですね、相手虚弱持ってないんで、ちゃんと発動した時にダメージも出してますしっていうところを考えるとですね、この編成結構強いんじゃないですかって思いますけどね。この甲虫三星人はですね、真似したいなって思えるぐらいのですね、これ強度ということになってると思いますね。普通に何回戦ってもこういった結果になるぐらいですね、厳しい戦闘になってるんじゃないかと予想されます。で、こちらは天水弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。兵士適性的にも有利っていうこともあって、ほとんど削られずに勝ってるというところではあります。ただですね、諸葛亮の固有戦法でアクティブ戦法を封じられたらどうなのかなっていうところはありますけどもね。で、今回の戦法を見てみるとですね、聴覚とサジに、固有戦法がかけられてるっていうことになってますので、これがツモにはまってアクティブ戦法全然打てないみたいなことになってくるとですね、また結果は変わってきたのかなという気はするんですけども、まあそれでもですね、引き分けには持ち込めるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、こちらは射食弓との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ最初の兵力見てもらえたらと思うんですけども、相手の方1万4000しかない状況なんですよね。で、こちらはこのレベルの段階ではフルっていうぐらい入ってるんですけども、まあ完全に劣勢引き分けということでですね、やっぱり射食弓強いなっていう感じがしますね。で、なんでこんなことが起こったんかなということで見てみたんですけど、まあリクソンの固有がですね、5回も発動してるっていうのはあるんですが、あと憲法破砕が6回も発動してるんですよね。これによってですね、まあ、聴覚ですと太平同胞滑木相対で、ソジの場合はですね、固有戦法ですね。で、サジに関してもですね、固有戦法が封じられるっていうことになってますので、まあこれらの戦法が止められてしまうとですね、こういうきつい展開になるのもあるのかなという気はしますね。で、聴覚固有戦法3回発動ということで決して悪くないんですけども、言うほどダメージが通ってないんですよね。これはまあその太平同胞のその改心、失礼、規模化の発生っていうのがですね、うまく行われてない、まあこれは憲法破砕のせいかもしれないんですけども、プラスですね、知力が高い部隊ということになってるので、その固有戦法でのダメージっていうのが通りにくい環境にもあったのかもしれないですね。で、さらに周遊に回避されたりっていうことを考えるとですね、やっぱり射食弓よく考えられてる編成だなと思いますね。強いですね。こちらは射食弓との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ優勢引き分けということになってます。やっぱり射食弓硬いですよね。なかなかとどめが刺せないというところがあります。
で、聴覚の固有2回発動で7800ということでですね、あんま削れてないですよね。多分これ序盤に発動したりだとか、あと回避を決められてっていうところがあるんじゃないかなと思いますね。で、決意解除とイボフィッシュに関してはですね、2回ずつなんですけど、まあこれ両方準備ターンがある戦法なんでね、こんなもんかなというところはあるんですけども、まあそれでもですね、やっぱり弓相手っていうことになってますので、基本的には優勢引き分け以上の結果っていうのはですね、もたらしてくれるんじゃないかなと思いますね。相手の戦法なんかを見ると結構上振れてる感じはするんですけど、それでもこういった結果になるということでですね、なかなか負けることはないんじゃないかなとは思いますね。こちらは射職弓との対決ということなんですけども、なんと劣勢引き分けなんですよね。僕が射職使ってた時はやっぱり縦苦手だなっていうことで避けてたんですけど、こんな結果になることはほとんどなかったんですけどね。まあレベル差っていうのがありますけどね、相手のレベル50でこちら46っていうことで、まあその50になると属性ポイント振り分けっていうのができますし、あとまあ素質定自体もですね、レベルが1上がれば上がるっていうことになってますので、その辺の差もあったのかなっていうふうには考えられるんですけども、それにしたってですね、この盾の最高峰であるこのノバ軍盾ですね、でこんだけ厳しい引き分けの仕方するっていうことになるとですね、ちょっときついですよね。まあそのイボ必死がね、やっぱりバンバン発動してくれないとっていう部分はあるのかもしれないですね。こちら射職弓との対決ということなんですけども、引き分けてます。で劣勢引き分けということでですね、ただこれいくらこんだけ赤い言うてもですね、この引き分けになるかっていうことでですね、ちょっと愕然としてる部分はあるんですけど、やっぱりサジのね、継承戦法がなかなか発動しないっていうのをですね、どうクリアしていったらいいのかなっていうところはありますよね。今回も引き分けまで持っていってて 0-1 ですからね。まあその通常攻撃6回打ってるっていうことは6ターン目までは最低生きてるっていうことではあると思うんですけど、それでこの発動っていうことだとちょっと心もとない部分はありますよね。こちら古神弓との対決ということなんですけども、圧勝してますね。1000ぐらいしか削られてないっていうことで、これだけ気持ちよく勝てるとね、組んでよかったなって思いますね。まあただ兵種的にですね、有利な弓との対決っていうところがありますんでね、ただこんだけ真っ赤な古神弓っていうことになりますとですね、結構盾でも削られたりっていうことがあるんですが、ほぼ削られずにっていう勝ち方ができたというのはですね、ありがたいですね。弓見つけたらですね、まあ特にこういった古神弓の場合はですね、井の一番に突っ込んでいってもいいのかもしれないですね。でこちら古神弓との対決ということなんですけど、引き分けてるんですよね。まあ理由といたしましては、聴覚の固有戦法が1回も発動してないからっていうところがあるんですけど、それでもですね、ほぼ削られることなくですね、2万近く削ってるっていうところはですね、やっぱりさすが盾だなというところですよね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。ただ半分ぐらい削られてるっていうことになってます。理由といたしましてはですね、古神弓の火力は非常に高いというところとですね、あとこちらは回避頼みっていうことがありますから、回避ができなかったとしたらですね、弓相手でもですね、やっぱりダメージって稼がれてしまうっていうところがあるんですよね。なんで兵種的にですね、弓はガンガン勝負にしていっていいと思うんですけど、できることなら弓以外ですねと戦いたいなっていうところがありますね。やっぱり投降兵がないんで、火力が高い部隊に当たるとですね、結構削られるということになります。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。やはり相手が弓ということでですね、勝つことはできてるんですけど、結構削られてるんですよね。1万ぐらい削られてるっていうことになってますんで、戦法がですね、うまく発動してなかったら、まあ今回だと滑骨領毒とかがですね、0回っていうことになってますけど、っていうことになるとですね、結構こういう速攻型の弓ということだったらですね、削られることもしばしばということになってます。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。1万も削られてなく勝ってるということで、気持ちいい勝ち方かなと思うんですけども、この方変わってますよね。太子寺と関寧が無突でも、太子寺は秘蔵で持ってて、周体は関突みたいなね、すごく偏った引き方をされてる方だなと思うんですけども、即上がね、2回しか発動してないですよね。これが壺にはまるとですね、聴覚の固有が打てなくて、ここまで一方的にならなかったかもしれないんですけどね。やっぱりそれぐらい古神弓って火力が出ますんで、盾だからといって絶対安心っていうわけではないのが恐ろしいところですよね。
これは小新弓との対決ということなんですけども、やはり勝ってますね。8000ぐらいしか削られずに完全に削り切ってるということですね。戦後一層が4回も発動してますので、これによる火力っていうのは結構でかいかなと思うんですけども、やっぱりまあ盾だから勝ててるっていうところはありますね。ただやっぱりね、無傷では済まんっていうところがあるので、やっぱり小新弓怖いなっていうところですね。まあ遠慮なくぶつけてはいくんですけども、兵損出るんだろうなとかって思いながらぶつけていくことになってます。こちらは艦隊艇との対決ということなんですけども、2000も削らさせずにの勝ちということになってますね。っていうかこの艦隊艇、僕の艦隊艇なんですけどね、弓にはね負けるビジョンっていうのがほとんど見えないですね。まあたまにめちゃめちゃ強いその弓のですね、さらに艦突みたいな方に当たったらですね、でさらに継承戦法がうまく発動してくれないみたいなことの時にですね、まあちょっとおかしいような戦法が出てくるかもしれないんですけども、基本的には OK ということになってると思いますね。弓見かけたらですね、もう相手の部隊っていうのを確認せずに突っ込んでいくみたいなこともできそうな感じですね。こちらは肉弓との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ優勢引き分けということになってます。で、理由といたしましては、ちょっとこちらの、継承戦法があまり発動しなかったっていうところはありますね。まあ、カッコツロヨトプ6回ということでですね、回復面に関してはですね、逆に上振れてるんですけど、ダメージを与えるという観点ではですね、異防必死や血水解除が1回ずつしか発動してないっていうことでですね、ちょっと厳しいところはあったのかなというところですね。で、逆に相手はですね、憲法破砕7回発動したりだとか、あと陸祖の固有4回発動したりっていうことでですね、結構上振れてるので引き分けてるんじゃないかなと思いますね。本来だったら勝ててるんじゃないかなと思います。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。勝ってますが結構削られてるんですよね。なんでだろうってちょっと考えたんですけど、やっぱりその戦闘が長引いてるっていうところがあると思うんですよね。それによって削られるっていうのはあると思います。で、 SP 主春がですね、固有戦法でこちらの要軽力ダメージっていうのを減らしてくるというところがありますので、それがですね、聴覚に刺さるとですね、ダメージが出にくくなるのかなといったところはありますね。まあ負けることはほぼないかなとは思うんですけども、そのほとんど削られずに、勝ちみたいなのが多い編成になってますんでね、こういった感じで結構削られるとですね、ギョッとするところはありますけどね。これ SP 軍弓の SP 炎章のところを聴覚にしてる編成ですね。この編成も結構強いということで評判だったんですけども、やはり盾対弓っていうこととですね、こちらが盾として非常に強い編成っていうのもあってですね、1万も削られずに圧勝してるっていうことですね。まあこの結果はですね、まあ致し方ないと言いますか、こうなってしょうがない部分はあると思いますけどね。こちらは面白い編成ですね。旅霊機を主将として朝鮮 と、あと素地を副将とした弓の編成ということになってるんですけども、引き分けちゃってますね。まあ優勢ではあるんですけども、弓に対してですね、こんな感じになるっていうのはですね、結構意外でしたね。で、なんでこうなったかのっていうのをですね、確認させていただいたら、やっぱりその餓神召喚が4回も発動してますので、結構強行がですね、怖かったかなといったところですね。あと異防必死も3回発動してますので、虚弱にもされてしまったということでですね、ダメージが全然出てなくて、でこんな感じでですね、相手のことは削れてないっていう感じですね。で、旅霊機とあと朝鮮の固有戦法6回7回ということで、かなりしっかり発動されてますので、まあ発動率が高い戦法たちではあるんですけども、やっぱり壺にはまった時はですね、こういった、強盾編成に対しても引き分けることができるっていうことでですね、かなり面白い編成だなと思いましたね。はい、こちらは北伐層との対決ということなんですけども、圧勝してますね。1万5000ぐらいしか削られてないということでですね、まあ一方的に勝ったという感じですね。で、僕北伐層も使ってるので、ちょっと複雑な気持ちにはなるんですけどね、こんだけ一方的にやられてるとかなりきついということなんで、北伐層視点から見るとですね、肝陣営とか見かけたら避けた方がいいのかもしれないですね。で、この戦闘結果を見るにですね、まあちょっととこの北伐層の固有戦法の発動っていうのが少なすぎるかなという気はするんですけどね。戦闘に関しても6ターン継続してて、で SP 諸葛亮がいながら観光情報固有戦法1回ずつしか発動してないっていうことでですね、これはちょっと気の毒だなという気はするんですけどもね。まあただこちらに関してもそこまで上振れしてないっていう感じにはなってるんでね、まあ本来ですと普通にやはりノバ軍盾が勝つような相手になってるんじゃないかなと思いますけどもね。また北伐層との対決っていうのがあったらですね、記録残したいかなと思います。こちらは北伐層との対決ということなんですけども、一方的にやられちゃってますね。相手の最初の兵力っていうのが2万1000しかない状態でですね、7000しか削れずにの負けということになってます。やっぱりこの北伐層強いですね。
ただ孫作勢力の方との対決っていうことになってますので、結構突撃してきたりするんですよね。でさらにですね、戦車に乗ってるとかいうことになりますとですね、結構戦闘開始前からですね、不利な状況で戦ってるっていう部分がありますので、ここら辺がですね、なんて言うんでしょう、うまく統計が取れないっていう理由にはなってるかなと思うんですよね。僕はその戦車の方は使わずに戦ってるっていう感じになってるんでね。こちら北伐層との対決ということなんですけども、負けてますね。いやー強いですね。1万も削れずにですね、綺麗に削られての負けということでですね、まあかなり赤い方ではあるんですけども、同等の赤さっていうことだと避けた方がいいかもしれないですね。大体戦法で組まれてる北伐層にもかかわらずですね、これだけの火力が出てるっていうことになってますからね。この編成はなんていう編成ですかね。孫作勢力の7掛けバフが得られるですね、諸葛亮首相としてリクソンとロシュクを副将のした、槍の編成っていうことなんですけど、引き分けてはいますけども、完全劣勢引き分けということですね。ただまあこれ相手の方むちゃくちゃ赤いですね。諸葛亮とロシュクが貫突っていうことですから。でリクソンに関してもですね、アニメーションもゲットしててっていうことでですね、まあめちゃめちゃ強そうな感じがするんで、これに勝つって言ったらなかなか難しいんじゃないかなとは思いますけどね。弓とかでもですね、その中途半端な編成だったらですね、力負けしそうなぐらい強そうな雰囲気を醸し出してますけども、まあこういった形でですね、引き分けてることができてるだけでもですね、いい感じじゃないんですかね。兵士的にはイーブンっていうことになってますからね。でこれはヤリクソンとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ兵損でいうとこちらの方が稼がれてる感じですね。やっぱりヤリクソン強いですよね。まあリクソンの固有が5回も発動してて、でこっちが五雷号艇2回しか発動してないっていう部分もですねあるかなとは思うんですけども、なかなかヤリクソンに勝ちきるっていうのはですね難しそうな感じがしますけどね。やっぱりこの編成奉仕陣積んでませんから、火力っていうのを犠牲にしてですね、その分制御力っていうのを上げてるところがありますので、まあここら辺は甘んじて受け入れなければいけない部分なのかなという気はしますね。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、完全劣勢引き分けという感じになってますね。5000ちょいしか削れてないということになってます。まあリクソンがですね、固有戦法4回も発動してますので、まあこれはしょうがないかなっていう部分はあるかなと思います。で兵士宝物も2つ覚えさせてるということでですね、相当強いヤリクソンなんでね、やっぱりビッグ3強いですね。歯が立ってないという感じになってます。でこちらはショップ槍との対決ということなんですけども、負けてますね。圧倒的に負けてます。勧銀兵槍っていうところですかね。これ脅威のところがカウに変わるとですね、まあビッグ3に対してですね、非常に強く出れる槍の編成になるわけなんですけども、まあその盾の編成っていうことでですね、多分この手の編成は苦手なんだろうなっていう気はしますけどね。結構やっぱり義援の継承戦法がバンバン発動しちゃうっていうところとですね、安定してデバフをかけられてしまうっていうことで結構きついのかなというところではあるんですけども、まあ5ターンかけてですね、これ五雷号艇1回も発動してないっていうところがありますので、まあその強行とかにかかってたとしてもですね、こんな低たらくではまあ勝てるわけはないかなという気はしますけどね。制御の掛け合いで負けたという感じがしますね。でこちらは食槍との対決ですね。引き分けてますが、これもガリッと削られてますね。で先ほどの食槍もそうなんですけど、そんな凸が進んでるわけでもなければ、兵法省の解放ができてなかったりっていうところがあるんですよね。それでもやっぱり引き分けてしまうっていうことでですね、ちょっと苦手な部類なのかもしれないですね。で関羽が固有戦法3回、異防飛士4回ということで相当上振れてるところがありますので、こうなってくるとですね、結構制御かけられてこちら思うように動けてない部分はあるんじゃないかなとは思いますけどもね。槍の編成はちょっと気にした方がいいかもしれないですね。こんな感じで負けなかったとしてもですね、兵損大きく稼がれるっていうことだとあんまり触れたくないっていう感じになりますよね。こちらは食槍との対決ということなんですけど、これまた圧勝ですね。3000ちょいしか削らせずにというところになってますね。結構その長飛とか火力が出ると思うんですけどね、4突まで行ってますしね。まあちょっとパッと見たらですね、継承戦法が全然発動してないやんっていうところはあるんですけどね、相手のね。まあただこちらに関してもですね、そこまでちゃんと発動してるわけではないっていうことになってるんで、なんか泥仕合感はあるんですけども、こんな感じで圧勝できてるっていうのはですね、制御が本当に強い証拠だと思いますね。こちらはカンカン長との対決ということなんですけど、圧勝ですね。2000も削られてないっていうことになってます。こういう勝ち方をですね、この槍に対してするっていうのはですね、割と珍しいような感じはするんですけどね。やっぱここら辺は突具合が関係してくるんかなっていう気はしますけどね。結構なんか使ってみて槍苦手だなって思ってたんですけど、こういった感じで勝てることもあるということですね。
こちら今シーズンよく見かけるカンカン長との対決ということなんですけども、引き分けてますね。でまあこれ相手のカンカン長相当赤いのでしょうがない部分はあるかなと思うんですけど、あんまりね槍に対して無双してるなっていう印象がないんですよね。盾に対してはかなり優位に進められてるんですけども、槍に対して厳しいっていうのはやっぱりその槍の制御状態不要ですね。今回だと関羽とか関銀兵の固有戦法ですね、こういったのにですねこっちがちょっと弱いところはあるんじゃないかなと思いますけどもね、すごくなんか槍とぶつけたくないっていう意識があります。こちらは天水槍との対決ということなんですけども、引き分けてますが740しか兵力残ってないのでこれはもう負けって言っていいでしょうね。で理由といたしましては、やはりですね超音が制御にかかってくれないので、こちら制御主体の部隊っていうことになってますからちょっとしんどいかなっていうところはありますよね。あと脅威の固有戦法に関してもパッシブ戦法なので、強弱を付与したらダメージは抑えられるかもしれないんですけども、デバフっていうのは抑えてくれないっていうことになりますよね。でさらに混迷乱情とかも5回も発動されてるっていうことで、こちらの属性っていうのはかなり下がってる状態で戦わなければいけなかったっていうところはあります。あと超音の破陣再起も3回も発動してるっていうことでですね、デバフ祭りということでですねこういった形になってるんじゃないかなと思いますね。さらに諸葛亮の固有戦法もこちらのアクティブ戦法を封じてくるっていうところがありますので、まあこの天水槍は勝負しない方がいいんじゃないかなって思いますね。ちょっと勝てるビジョンっていうのがほとんど思い浮かばないなという印象はあります。でこちらは新幹線との対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。ほとんど削れずにの負けということになってます。で理由といたしましては、やはりこちら回避主体ということになってるんですけども、回避ができなかった時のですね脆さっていうのがどうしてもありますから、その火力が非常に高いですね新幹線を相手にした時にですね壺にはまるとこんな感じで一方的にやられてしまうということですね。なるべくなら勝負したくないなっていう感じはしますけどもね、手数も多い部隊なんで全部回避しきるっていうのはですねなかなか難しいですからね。これは新幹線との対決ということになってるんですけども、圧勝ですね。線も削られずに勝ってるっていうところなんですけど、新幹線ね結構火力が出るはずなんですけども全然ダメージが出てないですよね。やっぱりこれはですね異防必死が刺さるタイミングが良かったんだろうなっていうところがあるわけなんですけども、結構その不登校兵でない盾の部隊にですねこんな感じで負けるっていうことになるとですね結構厳しいかなって言わざるを得ないところはありますよね。ただ関銀兵の正門工場がですねこれ1回しか発動できてね、まあ多分序盤に死んじゃった理由っていうところではあるんでしょうけど、っていうことでですねここしっかり発動できてたら、まあ割とですね聴覚を強行とかにしてですね、またはこの素樹なんかも強行にしたりするとですね、まあこっち結構動けなくなると言いますか、その制御に弱い部分はどうしてもあると思いますんでね、いい勝負できる展開っていうのもですねあったかなとは思うんですけども、ちょっと今回は残念な結果になってるということですね。こちら5個層との対決ということなんですけど、結構一方的にやられちゃってますね。まあ相手の方赤いっていうのはあるんですけどね、まあそれで超音がいるので制御が付与できないっていうのもですねちょっと痛かったのかなというところはあります。で耐久力を上げるような戦法がなくて相手が平人ダメージ主体っていうことになりますので、なんかこう速攻型と相対した時のようなですね、その非平人ダメージって言ったらいいんですかねが考えられるっていうところとですね、その関羽の固有が2回発動してて撃破数はそうでもないんですけども、やっぱりその制御っていうのを付与してくるのでこちらが全然戦法を打ててないですよね。最新にされちゃうとですね結構厳しいっていうところがありますので、ね、こんな感じで負けちゃったということになってますね。槍はちょっと苦手だなっていう感じですね。あまり戦いたくないですね。でこちら職槍との対決ということなんですけども、まあ、勝ってはいますけどね1万7000ぐらい削られてるっていうところがあるんですよね。で相手の方そこまで凸が進んでるわけでもないんですけど、それでもこんな感じの結果になってしまうっていうことでですね、でやっぱり超運絡みっていうことですよね。職の槍と言いますと超運絡みで制御に強かったりだとか、逆に超運がいない時はですね制御をバンバン付与してくるみたいな傾向にありますので、ちょっと苦手部類になるんかな。で火力の方が高いって言いますかね、耐久力よりもその火力とか制御に振ったような編成が多いので、こういった感じでですねやられちゃうと、まあやられてはないんですけども、かなり削られてるということになってますね。こちらは職槍との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。
でやはりですね、超運がですね制御にかからないっていうことで止めようがないっていうところでですね、こちらがあまり制御に強くなくて、ガシン召喚や召喚古城がですねしっかりと発動してるっていうことでですね、あまり動けてないのがですね劣勢引き分けの要因になってるんじゃないかなと思いますね。やっぱり制御系の槍っていうことだと避けたいなという気はしますけどね。特にこの超運、義援、勘銀兵となるとですね、義援でも制御しっかり付与してくる上にこちらは制御かけられないっていうことになってるので、突差があってもですねこんな感じでちょっと引き分けで劣勢っていうことになることが多いんじゃないかと思います。これは最終層との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱり嫌ですね槍はね。で理由といたしましては、まあここ、天水槍の超運のところがですね勘銀兵に変わってるんですけど、制御に対する強さっていうのはですね下がってる代わりに逆に制御を付与してくるみたいなところがありますよね。で強行付与されるとですね聴覚仕事しなくなりますので、でサジに関しても同等ということでですね、で諸葛亮の固有と合わさってということになりますとですね、ちょっと機能しにくいかなっていうところはありますね。まあ、めちゃめちゃ強い編成ではあるんですけど、槍を避け持って戦った方がいいんじゃないかなと思いますね。勝てる槍っていうのがですね、やはりそこまで強いテンプレじゃないとかですね、連動が低いとかいうことでないとですね厳しいということになりそうです。こちらは最春層との対決ということなんですけども、引き分けてますね。で兵装はお互い同じぐらいということになってるんですけども、結構いかれてますよね。槍やっぱり苦手なんかなっていう感覚は出てくるんですけど、まあイボヒッシュがですね一回も発動してないので、思い切りこうダメージ打たれ放題っていう部分はですねどうしてもあるんじゃないかなと思うんですけども、それにしてもですね凸があまり進んでない編成に対してですね削られすぎかなといった感覚はあります。こちらは最春層との対決ということなんですけども、引き分けてますね。で兵損を見るとですねほとんど同じぐらいかなっていうような引き分けの仕方をしてるということになってます。かなり凸が進んでる、最春層になってますので、これに対してですねこういった引き分けの仕方ができるっていうことだとですね結構良かった感じはしますけどね。召喚古城なんかも4回しっかり発動してますしね。でこちら異防必死0回とかいう感じでかなり下振れててもこういった感じで結果が残せるっていうのはですねこれは良かったんじゃないかなと思います。こちらは食槍との対決ですね。どういったコンセプトなのかっていうのがですねものすごく複合されてて面白い編成だなと思ったんですけど、義援のところを高月園に変えれば新幹層になりますし、馬長のところを関羽に変えれば勘銀兵槍になるというような編成になってるんですけども、まあ、こういった組み合わせ方でもですねかなり火力が出るんだろうなっていうのは予想できますよね。でこちらですね26000綺麗に削られての負けということですね。これはかなり手痛い負けになってるんじゃないかなと思いますね。やっぱり槍はちょっと苦手だなっていう印象ですね使ってて感じましたね。はい、いかがだったでしょうか。全部で82戦分の戦法ということになってます。今回も長い動画ここまで付き合っていただきましてありがとうございました。もうちょっとで終わりますんでね、今からまとめに入りますんで、よかったらもうちょっとですので最後までお付き合いいただけたらと思います。そしたら兵種別にですね戦闘結果の特徴というのをですねまとめていきたいんですけど、まず騎兵との戦いっていうのは23回ありました。で11勝7敗5引き分けということになってましたね。で、優勢引き分けが2回ということになってるので、優勢以上が13回ということになってます。これ23戦中ということになってますので、半分以上がですね優勢引き分け以上だったということになってます。これはかなり異常ですよね。苦手な兵士適性に対してここまでのパフォーマンスを発揮できる編成っていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。それだけこの編成がですね制御力と回避力が高いということに他ならないんじゃないかなと思うんですよね。で普通馬と造兵に関してはですね結構多かったのがやっぱり核酸性であるだとか技法器っていうことになってますので、これらの部隊っていうのはやっぱり盾に強いっていう特性がありますから、まああまり戦わない方がいいんではないかっていうところですね。絶対に負けるというわけではないんですけども、まあそうですね、あえて戦う必要はないかなっていうところです。であと騎兵と言いますと小兵器と清涼鉄器があるんですけども、小兵器はですねほぼ勝ってた感じがしますね。っていうのがですねやはり戦闘序盤で、相手っていうのは火力出ますけど、こちら戦闘序盤で回避力がとんでもないっていうことになってますから、ダメージがうまく通らないんですよね。それによって勝ててるっていうことになってると思うんですけども、清涼鉄器に関してはですね両党がいる場合が多くて、で両党っていうのがですね必中付与っていう固有戦法を持ってますから、回避がうまく効かなくなるっていうところがありますので、清涼鉄器とはあまりやらない方がいいかと思うんですけども、小兵器はですねガンガン戦ってっていいんじゃないかっていうぐらいですね戦績が良かったということになってます。
で一応ですね、全兵種の中でですね、一番その戦闘サンプルが多かったのが騎兵ということになってるんですけど、やっぱりこちらが盾なんでね、ガンガン突っ込んできてくれるんですよね。それによってですね、こういった数になってるということなんで、歩兵機が来た時は逃げずにですね、他が来た時は逃げるみたいな感じで使っていくといいんじゃないかと思いました。で次盾なんですけども、22戦しまして8勝2敗12引き分けということになってました。で優勢引き分けが3回ということになってるので、これ価値の8と足すとですね11ということで、また5割ですね、優勢引き分け以上ということになってるので、かなり成績がいいということになってますよね。でですね、結果を見るとですね、ビッグスリーの二角であるですね、対盾と天候盾ですね、この2つに対してもですね、いい勝負ができてるんですよね。で、突数の勝負になってるなっていう感じがしますんで、これらの部隊と対決するときはですね、相手の方が赤いなと思ったら引いて、で、相手よりこっちの方が赤いなってなったらですね、突っ込んでいくみたいな感じでいいんじゃないかなと思いましたね。で、特に投降兵を積んでる部隊っていうのはですね、こちらからするとですね、何ら苦手要素がないということになってるので、なるべくなら投降兵に向かってぶつかっていく方がいいんじゃないかなと思いましたね。で、結果を見るとですね、やっぱり対盾は安定して引き分けるっていうことが多いんですけども、その天候盾に関してはですね、やっぱり上振れ下振れっていうのは極端になってるっていう感じがしましたので、上振れたら負けるし、下振れたら勝てるみたいな感じになってると思うんですよね。なんでそういったムラがあるのが天候聴覚盾っていうのもですね、覚えていただいた上でですね、勝負していただけるといいんじゃないかなと思います。他の編成に関してもですね、まあまず負けないということですよね。22戦して2回しか負けてないので、まあ1割ぐらいっていうことになってますから、まあ負けないっていうつもりでですね、ぶつかっていけるかなと思いますね。でもう引き分け以上でいいやっていう時はですね、もうどういった種類の兵所戦法を積まれていたとしてもですね、突っ込んでっていいんじゃないかなと思いますね。まあ、盾ってね、かなり強い編成が多いんですけども、その中でですね、5割以上優勢以上ということになってるっていうことなんで、盾の中でも特に強い編成なんだなっていうのが分かっていただけると思います。で、次、弓ですね。16戦しました。9勝0敗7分けということになってて、で、優勢引き分けが4回ということになってますね。負け0っていうのはですね、本当に特筆すべきところかなと思いますね。16回戦ってたらですね、やっぱりなんだかんだ紛れがあって、負けることもあるかなと思うんですけども、今回はただの1回も負けてないっていうことですね。なんで、弓に関してはガンガンぶつけていっていいと思うんですけども、劣勢引き分けも3回ほどあったんですよね。で、この3回っていうのはですね、すべて射食弓だったということになってます。射食弓っていうのがですね、後半ターンになればなるほど火力が出るという仕様の耐久型の弓編成ということになってるんですけど、こちらの編成もですね、火力云々よりは制御と回避っていうところがありますので、ちょっと相性が悪いところがあるかなっていうところなんですよね。なんで射食弓っぽいのは避けた方がいいかなっていう気はしますけども、他の弓部隊だったらですね、何でもいけるんじゃないかなと思いますね。なんでまあ普通弓が射食弓多いんですけど、普通弓って結構ね、射食以外にもいるんでね、なんで避けなくていいと思います。とにかく弓見たらですね、基本的には OK というところだと考えとってください。で、射食に関してもですね、真っ赤っかでこういった結果になってるっていうことがほとんどだと記憶してますので、まあまず変なことにはならないんで、弓に遠慮なくぶつけていけるっていうのはですね、その分かりやすくていいなっていう部分もあるかと思います。で、最後槍なんですけども、この槍だけがね、ちょっと紛れがあったと言いますか、多分苦手としてる感じがしましたね。で、21戦しました。5勝6敗10分けということで、で、さらに優勢引き分けが2回ということでですね、優勢以上が7ということになってるんで、21戦中7っていうことだったら負け越してるっていうことになってますね。なんで全兵種の中で槍が一番相手にしたくないなっていうところがありました。で、この槍だったら大丈夫みたいなのがですね、あまりなかったっていうところなんで、そのまああんまいい結果にならんなっていうことでですね、安全に安全をっていう方はですね、もう槍イコール撤退っていう感じで考えてもいいんじゃないかなと思いますね。でですね、一応槍と言いますと、ヤリクソンが一番ね、強いんじゃないかと思いますし、戦場でも一番見かけるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり部が悪かったですね。ヤリクソンは苦手としてたところはあります。絶対に負けるっていうわけではないんですけども、同じ突数だったらですね、まず劣勢引き分け以上かなっていうところがありましたので、よほど突差がない限りはですね、ヤリクソンは相手しない方がいいんじゃないかなと思いました。あと槍で多かったのが北伐層や最春層ですね、こういった強テンプレ編成なんですけど、
これらはですね、赤い方が勝つっていう感じになってますので、まあ同等の強さかなっていうところがあります。でですね、他にも5個層とかね、食槍とかいろいろあって、そういうのにもですねポコッと負けたりっていうところがあって、で槍の特徴といたしましては、引き分けになる確率っていうのは低いっていうことなんですよね。白黒ついちゃうことが結構多いなっていう印象でしたので、で結果6回も負けてるということになってますから、まあ避けるべきかなというところですね。騎兵より苦手やと思いますね。まあ騎兵の方は7回負けてるんですけども、それでもまあその勝ちの方が多いっていうことになってましたから、槍の場合はですね、その無作為に当たると負ける確率の方が高いですよっていうことをですね、覚えておいていただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。僕もですね、実際お話をたくさん聞いただけでですね、使用感というのは全くわからなかったんですけども、槍以外全てにですね5割以上優勢引き分け率になることができる編成というとですね、そうそうないなと。これはもうビッグ3の横に並ぶぐらいの強テンプレ編成と言ってもいいんじゃないかなと思いますので、で割とですね共存性も高いということになってますから、組める方はですねぜひ組んでみていただきたい編成ということになってます。ノバさん、重ねてになりますけども本当にありがとうございました。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をよろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。最後までお付き合いありがとうございました。